はい、こんにちは、116インズです。ドジャースとパドレスの韓国開幕戦までちょうどあと1週間ですが、これから韓国に向かうパドレスがビッグトレードを成立させてきましたね。パドレスは今日ホワイトソックスのエースデラン・シースをトレードで獲得したことを発表。ホワイトソックスがチームの立て直しを図る中で、シースのトレードに関してはずっと噂は流れていたものの、なかなか実現には至らず、このままホワイトソックスのユニフォームで開幕を迎えるのかなと思ったら、まさかのここに来ての急展開。しかも獲得したのがコンフペイロールの大幅な削減を迫られ、近年の積極性を考えたら少なくともチームの補強面ではかなり穏やかなオフを過ごしていたパドレスがシースを獲得してくるとは驚きでした。パドレスの AJ プレラー GM によれば、オフが始まった当初からシースには興味があったようで、それを粘りに粘ってついに獲得にこぎつけた格好でしょうか。今回はこのパドレスとホワイトソックスのトレードについてお話していきます。まずは今回成立したトレードの全容を確認してみましょう。パドレスがホワイトソックスからディラン・シースを獲得し、見返りとしてホワイトソックスは4人の選手を獲得。近年パドレスブルペンでソリッドな活躍を見せていたスティーブン・ウィルソン、先日外のトレードでヤンキースから加入したばかりの先発有望株ドリュー・ソープ、同じく投手の有望株であるハイロ・イリアルテ、そして外野有望株のサミュエル・ザバラの4人ですね。ウィルソン以外の3人はベースボールアメリカのランキングにおいて全員パドレス参加トップ10以内に入っている選手で、それぞれソープ5位、ザバラ7位、イリアルテ9位となります。トレードの思惑としては、パドレスがシースという形で先発陣の強化に成功。コンフペイロールに制約がある中で、シースは年俸が800万ドルと、このクラスの選手にしては安く、お金をかけすぎずに不安を抱えていた先発陣のテコ入れができました。一方でホワイトソックスはチームの再構築を進める中で、マイナーも含めたデプスの強化に動いていて、保有権があと2年残るシースをしっかりバリューがあるうちに放出。球界の中でも超有望株と呼ばれる選手はいないかもしれませんが、プロスペクト3人はパドレス傘下の中でも評価が高く、またウィルソンはすぐにメジャーのブルペンで貢献してくれそうですので、十分な対価を得られたのかなと思います。シースに関してはコンフ何度もトレードの噂が持ち上がりましたよね。2025年オフに FA を迎えるため保有権は残り2年。ただホワイトソックスはチームの立て直しを進めている段階にありますので、そのチームのプランにシースが完璧にフィットするわけではなかった以上、トレードという判断も妥当でしょう。2021年から本格的にメジャーの先発投手として頭角を現してきたシースは、翌2022年32先発で防御率 2.20、ベースボールレファレンス算数のウィザーリプレイスメントではリーグの投手トップとなる 6.4 を叩き出し、サイヤング賞投票で2位に入る活躍も見せていました。フォアボールは決して少なくはないですが、90マイル中盤から後半のフォーシームによく落ちるスライダーのコンビネーションで空振りの山を築き、支配的なピッチングができる選手ですね。ただ昨年は失点を防ぐという意味であまりいい1年とはならず、33先発で防御率 4.58、 近年の彼と比べて空振りが減り、ハードヒットも増えてしまいましたんで、支配力という点では少しバリューを落とす格好にもなってしまったかもしれません。今のシースで懸念するとしたら、一番はやはりキャリアイヤーとなった2022年と比べて平均球速が1マイル程度落ちたことでしょうか。2022年はフォーシームの平均球速が 96.8 マイルだったところ、昨年は 95.6 マイル、これと一緒に彼のマネーピッチであるスライダーも球速が落ちていまして、こちらは 87.4 マイルだったのが 86.3 マイル、昨年の成績悪化の一因だった可能性はありそうかなと。加えて気になるのがスライダーの威力が指標上落ちている点で、ベースボールサバントによれば2022年はスライダーのランバリューがプラス36と驚異的な数値を残していたところ、昨年はプラス10。もちろん平均を上回るボールであることに変わりはないですが、スライダーの復活なくして2022年の活躍の再現とはいかないでしょう。BB パーセントは2年連続 10% 以上ですから、支配力を2022年並みに戻さないことには、失点もなかなか減らないかもしれません。まあその辺は昨年 MLB 最多四球ながらも、サイヤング賞受賞レベルにまで戻ったブレイクスネルを復活させたパドレスのことですので、うまくやる自信があるのかもしれませんが、あとはシースに関しては代理人がスコット・ボラスですので、契約延長のハードルも高そうという点も付け加えておきます。ただそういった要素はあれど、シースが先発投手の中では支配的なピッチングができる選手であることに変わりはなく、多くのチームがシース獲得に興味を示していたのがその証拠。ホワイトソックスもそのシースの価値を理解していたでしょうから、じっくりと納得できるオファーが来るのを待っていたようですが、ただスプリングトレーニングに入り、さすがにこの調子なら開幕はホワイトソックスで迎えそうという見方も強まっていた中でのトレードとなりました。ちょうど数日前にヤンキースのゲリット・コールが肘の MRI を受けると報道されたあたりから、再度シースのトレード話が加速した印象で、ヤンキースがトレードオファーを持ちかけたという話も出ていましたし、それ以外でもレンジャーズやジャイアンツといったチームも興味があったとか、特にレンジャーズは結構真剣に追っていたという話もありましたし、そっちに行きそうな雰囲気もありましたが、ただ実際にシースを射止めたのがパドレスだったのは、冒頭でもお話しましたが、そこはやはり驚きでしたね。どうにかすべきなのは外野じゃんじゃないのかなとも思ったりもしました。とはいえパドレスも今季もコンテンダーとして戦うつもりなのであれば、先発陣の強化は確かにしておきたい状況ではありました。
昨年のパドレス先発陣の防御率 3.69 は MLB1 位でしたが、ただそこから依然として今季の所属先が決まっていませんが、サイヤング賞に輝いたブレイクスネルが FA で抜け、セスルーゴ、マイケルワカの2人も揃ってロイヤルズへ移籍。先発とブルペンで合計110回3分の1を投げたニク・マルティネスもレッズへ移籍してしまいましたんで、シース獲得前のローテーションは昨年と比べますと物足りない印象は否めませんでした。ダルビッシュ選手、マスグローブ、ソトのトレードで獲得してきたマイケル・キングの3枚は確定として、以降のメンバーに関しては本当にこれで開幕するつもりなのかという感じでしたんで、そのチームにシースが加わったことで、先発上位4枚はなかなかの布陣にはなったのではないでしょうか。ウォルドロンやブリート、バスケスらも5番手で試したりする分には悪くないですからね。シースが加わってもなお昨年の先発陣の方が強かったようにも思いますが、コンテンダーのようなローテーションに戻ってきた感じはあります。財政的な理由からチームとしてやや後退してしまったかもしれませんが、あれだけ長期契約を複数抱えてしまった以上、パドレスはファイティングポーズを取り続けるしかないでしょうし、そういう意味では今回のシース獲得は整合が取れた動きと考えることもできるでしょうか。まあそもそもとしてこれだけ身動き取れない状況になっていることがまずいというのは置いといて、贅沢税を超えられないという制約がある以上、先発陣のテコ入れをするためにはプロスペクトを犠牲にするほかなかったでしょうし、プレラー政権下ではなんだかんだパドレスはプロスペクトの育成に関しては順調にできているチームではありますので、それであと2年保有できるシースを獲得できたことを喜ぶこともできるでしょう。まあ当然そもそも出すわけないとは思いますが、イーサン・サラスやジャクソン・メリルをはじめとした真のトッププロスペクトを守りながらシースも取れましたからね。オフの初めからシース獲得に興味があったという話も出ていましたが、外のトレードで獲得したソープをすぐ転売したのも、もしかしたらその後シース獲得というところも目論んでいたのかもしれません。プレラー自身も契約が2026年までの中で、これだけ重い契約を抱えながら再度再建に突入する選択肢、あるいは余裕もなかったと思われますし、苦しいチーム状況でありますが、どうにかプレーオフを目指そうという姿勢を示したトレードとなった印象です。そして最後にホワイトソックス側の印象です。シースというフロントラインスターターで MLB でもトップレベルのプロスペクトを手にできなかった点をマイナスに捉える声もありそうですし、それは事実であるんですが、とはいえパドレス参加トップ10に入る3人を手にできた点で、少なくともシースに見合うバリューを得ましたし、今のホワイトソックスに必要なマイナーシステムとしてのデプスも増しました。この春高騰していたソープは近い将来ホワイトソックスローテの後ろの方を任されそうですし、イリアルテは先発として荒さありつつ、物はすごいですので最悪強力なブルペンアームにはなりそう。19歳のザバラが一番体も含めてまだまだ成長中といった印象ですが、彼が期待通り伸びるか否かがこのトレードの鍵かもしれませんね。これにここ2年間連続で50試合以上に登板し、いずれの年も防御率3点台とソリッドな活躍を見せてきたウィルソンも加わり、こちらもすぐにブルペンでチームに貢献してくれそうです。まあこんなところが今回のトレードに関しての感想だったりですが、皆さんはどうでしょうか。ぜひコメントに残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。